ご紹介に預かりました。天野エンザイム株式会社ヨーロッパ支店のマラチン・ロベルトと申します。本日はビットコインが実際どのように使われているのかについてこれからお話しさせていただきます。内容はあくまでも私の試験に基づいたものであることをあらかじめご理解いただきますようよろしくお願いいたします。まずは簡単な自己紹介をします。私はルーマニアに生まれ、義務教育を終えた後日本に留学しました。最初の1年間は東京外国語大学で日本語を学び、その後の4年間経済学を専門に名古屋大学で勉強していました。2014年に卒業し、その後は現在所属している日系企業の名古屋本社に就職し、1年間半を海外営業部に勤めて、こちらイギリスにあるヨーロッパ支店に派遣されました。イギリスに来てからは日本語を口頭で使う機会がだいぶ減り、自分の日本語力が衰えつつあることを自覚しました。本日のような素晴らしい機会を生かして自分の日本語力を向上したいと思いますので、これからも今日も頑張りたいと思います。さて本題ですが、皆様も最近のニュースからはビットコインや仮想通貨、ブロックチェーンという単語を頻繁に聞くようになられたと思います。ビットコイン自体はその発祥は2009年まで遡り、ニュースに頻繁に出るようになったのは2011年頃からです。それから良いことや悪いことはたくさんありましたが、ちょうど去年の春からは投資資産として注目されるようになりました。価値はなんと19倍にまで上がり、先月までにずっとうなぎ登りでした。ピーク時は1万9000ドル相当ですが、現在では8000ドル相当までに落ちています。1年前の1000ドル相当よりは大分上であり、これからも投資資産として注目されるには十分すぎるほどの実績だと思います。まあ、仮想通貨の通貨というよりもデジタルゴールドという名前がふさわしく思います。さてこれらの仮想通貨の元にあるのは、それはブロックチェーンという電子技術があります。ブロックチェーンというのはインターネット上に存在し、接続されているユーザーのすべてのビットコインをの取引や保管を安全に行うためのシステムです。そしてそれらの記録の大きな元帳でもあり、それは同じものとして全ユーザーに無条件で配布されます。そしてそれらの取引は仲介の金融機関などを通さずに直接ユーザー間で行われます。ここではブロックチェーンに対しての安全性について懸念を抱かれるのではないかと思いますが、ブロックチェーンが何でなぜ安全なのかを少し説明します。イメージとしては、同じ形と同じサイズの積み木のブロックを紐でつないだ大きなチェーンをご想像していただければ幸いです。ここで一つのブロックというのは、とある期間の間に、の全ての履歴やトランザクションのデータを暗号化したものです。新しいブロックが作成されるのはだいたい10分ごとです。ちょうど今のスピーチと同じ時間ぐらいだと思います。新しいブロックを付け加えようとする場合は、全ユーザーによる確認と5割以上の合意が必要です。つまり世界中の大半のユーザーのパソコンを同時に乗っ取りでもしなければ、不正なブロックを付け加えることはほぼ不可能に等しいです。仮にそれができたとしても、一つもの前のブロックまで
遡り、そこから復元することが簡単にできます。つまりブロックチェーンは技術の面からは安全は保障されています。そこでこのブロックチェーンを利用した仮想通貨の利用方法は大まかに2つに分けることができます。ビットコインを買ってそのまま所有者として利用することと、システム維持のためにパソコンの処理能力を提供することです。購入したい場合は、一番簡単なのは、オンライン交換サービスに登録し、そのまま簡単にビットコインを購入することです。他にも、今は大都会の世界中、主に日本の東京とかに多くあるのですが、直接仮想通貨用の ATM から買うこともできます。ビットコインを買って、所有しているとはいえ、ビットコイン自体はそのままインターネット上のブロックチェーンに残ります。手元に置けられるのは、その所有権を表す認証情報だけです。そしてその認証情報の保管方法もまた主に2つがあります。そのままオンライン交換サービスを信頼し、自分の認証情報を預けるか、インターネットから認証情報を一旦下ろし、ハードディスクなどでオフライン保存するかです。良いところと悪いところは両方にもありますが、オンライン交換サービスを使った場合、ハッカーによって自分の認証情報が盗まれる恐れがあるために、それを防ぎたい場合は、オフラインで保存するしかないと思います。もう一つの方法というのは、それは自分のパソコンの処理能力をブロックチェーンのシステムの維持のために提供し、その対価としてビットコインを得ることです。この行為は、鉱山での採掘として例えられ、主に一般的にマイニングと呼ばれています。去年の春からはイサリウムという仮想通貨の、マイニングが非常に人気でした。そのため世界中からのマイニング用のパソコンパーツが買い付けられ、一時的には買おうとしていました。そしてちょうど先月もまた同じ現象が起こり、パソコンパーツの値段が通常の2倍までに高騰しています。実は私自身もとあるパソコンパーツが安くなるのをずっと待っていましたが、それが、残念ながら、あまりにも高くなっていたので、ちょうど価格を確認してみたら、コーヒーも飲んでいたので、それを吹き出してしまいました。でも、それでも、そのビットコインには他にも便利なところがあります。例えば、安全性と取引速度の向上のために、オーストラリアの、銀行間や株式取引所では革新的なブロックチェーン技術が導入されています。または、金融機関の信用度が低くなっているときには、ビットコインへの注目が大きくなります。2013年のキプロスに銀行の信用度が低くなり、それで一時的にビットコインの貯金方法として使う方法が人気でした。これらのような、仮想通貨や、ビットコインやブロックチェーン技術の応用方法が、将来普及していくことをとても楽しみにしています。本日はビットコインがただの投機としての道具ではなく、素晴らしい技術だということを説明させていただくことができました。
皆様の仮想通貨に対する嫌悪を少しでも払拭することができたのならば、それは何よりも嬉しく思います。ご清聴ありがとうございました。ロベルトさん、ありがとうございました。個人的にちょっと教えていただきたいんですけど、ビットコイン買っといた方がいいですかね。すみません、もう一度お願いします。ビットコイン、個人的に教えていただきたいんですけども、ビットコインこれからでも買っといた方がよろしいですかね。どこからでも、これから、これからも、これからはもう、その投資資産としては、その安全です。ただボラティリティが高く、流動性が低く、今では、安定していると思いますので、ただの試みとしては試してみるには全然問題ないと思います。試してみる、試してみようかなと思って去年見てたんですけども、はい、その間に随分変わってしまったので、はい、ちょっとためらってましたけど、ちょっとやってみようかなと思います。ありがとうございます。あと一つ、ルーマニアで生まれて日本で、語学を勉強されて、しばらく滞在してまたイギリスに来てるんですけども、それぞれの国の違いがあると思うんですが、それを見て日本ってどんな国だと思いますか。日本はとても素晴らしい国だと思います。私にとっては楽園とも言えると思います。ありがとうございます。バイアスがあります。はい、バイアスがあります。バイアス、偏見です。偏見ですか。ありがとうございました。大変ちょっと難しい話で、まだちょっとビットコインに対する疑念が払拭されてないんですけども、どうも申し訳ありません。もともと仮想通貨というのは支払いとか決済に使うお金として登場したと思うんですが、最近はほとんど投資の対象になってますけど、はい、将来やっぱり投資だけになってくる、それともさっきおっしゃったように普通の決済に使ったり普通の通貨として使用されるようになるんですかね。それはとても面白い話なんです。そのビットコイン自体はもともとは今の投資資産としてではなく通貨として使うつもりだったんですよ。作成者の、中本聡さんの目標だったんですが、でもビットコインはなぜかすごく一番中心になってて、で流動性が低く、それで投資資産としての目的 の、まあ、その価値が大きくなりました。でもそれ以外の他の仮想通貨は、例えば日本の NEM コインは、まあ、最近ニュースにもなっているんですが、悪い意味で、でも、その NEM コインは流動性が高く、そして、使うたびの手数料も非常に低く、それはむしろ本来の通貨として使うことが主な目的です。だから今でも存在していて、将来もこのような2つの両方法がコインごとに並行していくと思います。ビットコインが2つの面を持つ、それとも他の仮想通貨が他のことをやるということですかね。ビットコインは投資の対象、他の通貨は通貨としての役割、そういうふうに分けるんですかね。ビットコインは本来通貨の役割だったんですが、残念ながら今は投資資産になってまして、 で他の通貨には選択肢があります。通貨としての役割か、ビットコインと同じように投資資産としての役割を果たすかです。ロバートさん自身は将来は通貨としての役割は大きくなっていくと思いますか。大きくなっていくと思います。そしてブロックチェーンという技術自体は仮想通貨だけではなく、今の本物の通貨のシステム、銀行間のシステム、オーストラリアみたいに行われるようになり、またはフォレックスとか大きなものを支えるシステムとしてブロックチェーンが一部になります。でその技術が普及していくにつれて、仮想通貨もそのまま通貨としての役割を果たしていくと思いますので、普及していくと思います。それは例えば銀行を追い抜くほど、普通の円とかドルを追い抜くほどの勢力になりますかね。どうもすみません、ちょっと声がどんどん大きくなっていったら、例えばドルとか円とかポンドのそういった通貨よりも大きく、あるいはそれ同等かもっと大きくなる
可能性があると思いますか？近い将来にはないと思いますが、でも便益を考えたら、便宜を考えたら、多分これから100年後にはこれはもともと中枢的な金融機関を通さずに直接ユーザー間で行われるんじゃないですか。だからそれの利便性で世界共通の通貨も生まれるのではないかなと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。